無理しちゃダメだよ。 行くぞみんな。
行くぞみんな。
無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。ダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。
よく頑張ったね。ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔々の話ではあるものの、甚だ遺憾なことであり、当然許され
るべきことではありません。だから部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまで、悪事にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営していくことにしたんです。今までの組織を丸々っと変えちゃって、私スピーディーな意思決定でお客様の求める新しいサービスをどんどん生み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾としてとっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。それは今や皆様の生活の基盤ともいえる弊社の基幹サービスエデンの大幅アップデートです。今回のアップデートであんなことやこんなことができるようになっちゃうんですけど、詳細はまだ秘密。でもでもエデンのアップデートをいち早く体験できる体験会を開催しちゃおうかと思ってるんです。絶対に参加して新生神城の誠意、そして新しいエデンの可能性を直接体験してくださいね。やられたよ。ええ、敵も去るもの、見事に先手を打たれましたね。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに神城の強制捜査に踏み切ろうとした矢先だ。神城側からこの件に関するリークがあったんだ。内部告発という形でな。つまりこちらが追及する前に向こうから罪を告白したということです。うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収とスケープゴートの逮捕、事件を幕引きにしまった。推測の息は出ないな。内部告発自体岸辺の指示によるものだ。そしてこの会見も奴の巧妙な作戦の一部ってわけだ。マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより、自分たちから発表した方がはるかに印象がいいだろう。しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表を同時にやるとは、世間の目を分散させるいい手だ。まさに岸辺劇場だよ、はい、逆転の一手は岸辺と例のハッカーたち、デモンズとのつながりを証明する物的証拠の確保。だがデモンズに所属するハッカーたちのアカウントは消されてしまっている状態でな、現実世界での特定は難しいだろう。そうでしたか。京ちゃん、すまなかったな。せっかく掴みかけた神城の尻尾をみすみす。いえ、あの件に関しては焦って動いても結果は同じだったかもしれません。まったく、人が真面目に話しているときに、せめてもう少し緊張感のある着信音にだな。お、白峰ノキアからの呼び出しか。我々のことは気にせず行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つという言葉があるだろ。今は打つ手がない。相手の出方を待ってみるのも一つの作戦だ。
また女子君の能力に頼るしかないな。まったくあの子は京ちゃんの親父さんが与えてくれた天の助けってやつかもしれん。でも少し急いだ方がいいかもしれません。ん？あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、もしも神代が病院にいるあの子の本体に気づいたら、ただじゃ済まさないか。あるいは、ん？ひょっとしたらあえて泳がせているのかもしれません。とっくに気がついているのにね。なんでほっとけないからなんだってんだよ。決まってるじゃない、デジモンたちを助けるためにハッカーたちをやっつけるの。おいおい、ずいぶんと鼻息が荒いな。この前フェイに負けた時から私の力が足りてないってことはちゃんと分かってる。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマー集団を結成しようって思ってるの。テイマー集団？二人ともジュードっていうハッカーチームのこと知ってる？ジュード、ちょっと前に活躍したハッカーチームのことだよな。さすがアラさん、よく知ってるね。ジュードのメンバーはハッカーなのに、普通のユーザーやデジモンを困らせるような悪いことは絶対にしなかったんだって。だからジュードの元メンバーとか同じ考えを持ってるハッカーを集めて強力なチームを作るの。その名もリベリオンズ。悪いハッカーからデジモンとエデンを守るチームだよ。どうどう、すっごくいいアイデアでしょ。ネーミングも MI と思わない？もちろんリーダーはアラタだよ。っていうかアラタしかいない。ああ、だってアラタ優秀なハッカー。それかデジモンヘルパーズ、略してデジヘルでも。断る。え？ここ断る？なんでなんで？どうしてどうして？あ、ひょっとしてリーダーっていうのが不満？なんならボスでもキャプテンでも監督でも親方でも新たの好きなように。オタクのごっこ遊びに付き合ってる暇はねえんだ。俺はあのイカれた病気の原因を探るのに忙しい。勝手にやってろ。おい、オタクもこんな奴に付き合ってる場合か？ちょっと話があるんだ。後で新宿に来てくれ。待ってるぜ。何よあれ、感じ悪ぅ。いいもん、仲間になってくれなくったって勝手にやるもん。うん、なあ、あんた神代優子だよな。あいつから話は聞いてるぜ。何してんだよこんなとこで。京子さんに教えてもらったんです、あの人がここにいるって。ああ、あいつに用ってわけな。あいつはこの中だ。うぜえのも一緒だけど、さっきは真剣な顔して何見てたんだ？あ、いえ。
腹減ってんの？そんじゃまたな。それにしても君ってキャラ薄いのに人間関係結構濃いめだよね。とにかくクーロン行ってユーゴを探そう。え、一度事務所に戻って行き先を報告するって？了解。じゃあクーロンで待ち合わせね。前の集合場所で。急いで来てよね。おや、早かったじゃないか。友人からのお呼び出しはもういいのか？リベリオンズ？友達の友達は友達？何を言ってるのかさっぱりわからないが、君もなかなか面倒に巻き込まれやすいタイプのようだな。ん？又吉刑事はどうしたのかって？ついさっき帰ったところだよ。今は相手の動きを待つべき時だ。君もしばらくは自由に行動してくれていい。こんな時は友達を助けてあげるのも一つの時間の使い道かもしれないぞ。何がどう巡り巡って明日の自分のためになるかわからない。ほら、情けは人のためならずと、ん？情けは人のためならず、使いどころが違うんじゃないかって？そう思うのなら正しい意味を自分で調べてみたまえ。